第1位は36票卵卵卵ふふエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで、皆さんに前回募集した投票してもらったね、はい、2代目デカキンこと笑いが星野の解明というね、はい、企画です。解明なんですか。ただもちろんさ、はい、笑いが星野っていう名前もあったから。ああそうですね。それが1位になるのね、まあ、ステイで、うん、だあるのが笑いが星野、はい、ガソリンデブ悪口だよ笑えよ星野どうもおかしい話ですで、ビート星野それは絶対ダメこれは絶対ダメですということで結果発表早速いきたいと思います。早速ですか。決まってるんですね。じゃあはい、でビリからいこう、はい、ビリから合計何票だこれ。70票ぐらい来てる。そんなに単純計算で、ね、大体のなんとなくいきます、はい、ビリ、はい、ダダダダダ忘れてた。ビリ10票笑いが欲しい。嘘だ解明決定です。いや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 、ちょっときついきつい。傍聴かけて。いや、きついきつい。きつい。NSC の事務所に。いや、きつい。いや、きつい。じゃあ、第3位。はい。ビート星野、17票。ああ、まあまあまあ、よかったです、よかったです。これはマジないですか。いや、でも逆にこれ来てたら、ないって言えたんだよ。で、笑えよ、星野と、ガソリンデブで。ガソリンデブはちょっとおかしいガソリンデブはガソリンデブはちょっと今日だってさ、今日大丈夫、時間大丈夫って言ったら、いやちょっと今日ケツありますとか言い出してさ仕事、なんで仕事って言ったら、いやガソリンスタンドにやってるんですよ。ミカル怒ってたもんな、バイトケツって言うの。お笑いの仕事みたいに言うの。めっちゃ怒られたわめっちゃ怒られました。じゃあ、第2位が19票、うん、第1位36票断トツ、断トツっすね。じゃあ、同時に発表します、はい、いきます、はい、じゃあちょっと長めのドラムロールお願い、強めで唾飛ばすなよ。第1位は36票ガソリンデブです。ちょっと待ってくれよ面白がってるだけじゃん。悪口だもんだって。第2位が笑えよ星野19票。いや、まだこれが、せめてこれが良かったっすわ。お前のゴッドファーザーだいや、きついですよ。決定だ。いや、ガソリンデブですよ、うん、そんなやついます、芸名で。いないからこそ、うん、いや、いないからこそじゃなくてガソリンの仕事来るよ。いやいや、来ないでしょ。どんな仕事です、ガソリンの仕事って。資格持ってたじゃなくて。いや、資格はあるけど。うん、決定だよ。いやいや、これ持ってくんすかね。で、動画でやったしね、ファンのみんなも見てるし、これでお前また嘘ついたら誰かさんみたいになるよ。いや、いや嘘とかじゃなくて、あ、いや、あの時にちゃんとお前が否定したりしてればいいのに。否定しましたよ。でももう動画になっちゃってさ、もう進んじゃってるんだから。いや、だから俺あの時本当に本当この話やで、自分の誕生日だっていうのを持ち出したんですよ俺。でもお前がちゃんとさ、それを貫き通せなかったから解明するってことになっちゃったわけだ。いや、まあ、どうする。いや、あれだもん、ガソスタの営業来るよ。そうだよ、ガソスタで営業。たださ、ガソリンなんとかって芸名だったらガソリンスタンドで仕事来てもいいけどさ、はい、あのデブってついてるガソリンデブっていうすげえなんかネガティブな。いや、そうなんですよ、俺悪口なんだよ、ただの。だからやるんだろ、変えるんだろ。いや、もしも行って、事務所行ってダメって言われたら。なるほど、うん、でもガソリンビートっていうのはいいんじゃないかと書いてあったよ。ガソリンビートだってコメント。なんすかガソリンビート。ガソリンビートガソリンビートかっこいいじゃん。ガソリンでもダメって言われたらガソリンビートにしてる。それでもダメだったら笑えよガソリンっていうのもあった。いや、ちょっと待ってそれは意味はないんですか笑えよガソリンって。